はい、田中球児です。今回ですね、皆さん、もうちょっとで大型アップデートがね、来ると思われるんですけど、大型アップデートではね、大体武器の調整がね、されると思うんですけど、こう思ってる人いませんか ?KN44、弱体化しろ。ファーロー、弱体化しろ。そう思ってる人ね、まあいると思うんですよ。で、自分今回ね、KN44 とファーローは弱体化する必要がないというね、動画を出していきたいと思います。はい、まずはね、KN44 がね、弱体化しなくてもいい理由、その1。アサルトの中でも突出して強い方ではない。こう聞くと、いやいやいや、KN44 ね、みんな使ってますよと。お前がそう思ってるだけだろってね、人がいると思うんですけど、KN44 それ自体の性能は、LK24 と大して変わらないです。だいたいね、ADS タイムがちょっと早いのと、距離減衰がね、ちょっと緩いぐらいなんですよね。KN44 の方が。で、BK57 と比較した場合には、実はね、BK57 の方が近距離は強いです。まあ、誤差レベルなんだけどね。正直。で、まあこれを見てもね、KN44 とか BK57、LK24 にはさほどの違いがないというのが分かってもらえると思うんだよね。まあこの表にはね、数値化できないね、リコイルの違いは載せてないんですけど、まあみんなが思ってるほどそんなね、KN44 ってのは突出して強いわけではないんですよ。これがね、一つ目の理由ですね。はい。で、二つ目の理由はね、KN44 よりも近距離強いアサルトが割とあるってところですね。で、このゲームはね、正直近距離ゲーなとこないですか?まあ確かにね、遠距離の打ち合いもあるよ。でも、基本的に決着がつくのは近距離の打ち合いだと思うんだよ。特にドミネーションとか、ハードポイントでは。だから、近距離がね、強い武器が基本的にこのゲームではね、強い武器となると思うんだけど、KN44 よりも近距離が強いね、アサルトライフルは3つあるんだよ。1つ目がハブラ。2つ目が ASM10、 3つ目がマン・オー・ウォーなのね。で、おのおのどれぐらいね、KN44 よりか強いかをね、グラフにしたのがこれなんだけど、で、KN44 はマン・オー・ウォーや ASM10 に対しては明確に近距離が弱いっていう弱点を抱えてるのね。まあ最近ね、この2つの武器をね、使ってる人は少ないと思うんだけど、実はね、この2つの武器はまだまだ強いんですよ、近距離という面においては。まあリコイルがね、ちょっとね、制御しにくいから多分みんな使ってないと思うんだけど、リコイルさえ制御できれば KN44 よりか強い説ね、全然あるぐらいですね。で、ハブラはね、まだね、配られてないから使用感がね、大体の人は分かってないんで、解説すると、あの武器はね、縦反動がね、すげえ強いんだけど、その代わり横反動が全然ない武器って感じっすね。だからハブラもね、 KN44 よりも近距離はね、全然強くて、しかもね、反動もね、俺は結構好きなんでね、ありな選択肢だと思うんですよ。だから無料武器として配られたら、暴れはしないけど使う人は全然出てくるんじゃないかなって予想っすね。で、ハブラのね、話にね、脱線しかけていたので戻すと話を。まあこれをね、見ればわかると思うんですけど、 KN44 よりか明確に近距離ね、強い武器が3つあるっていうのは、今までの環境武器としてはね、珍しいと思うんですよ。例えばタイプ25っていうのはシーズン1からずーっとね、猛威をね、振るっていた武器なんですけど、あの武器はね、突出して強かったですね。前世紀のタイプ25は近距離4発だったんで、 TTK 換算に直すと 0.23 秒なんですよね。これは当時の PDW よりも早いか同じぐらいのね、時間で、それは弱体化されるよなって感じだったね。今と違って AK117 ぐらいしか他にね、対抗できる武器がなかったんで、タイプ25はね、アサルトの中でも近距離ね、突出して強かったんですよ。でも KN44 は自分よりも近距離がね、強い武器が同じね、武器種類の中でも3つあるんですよ。よくないっすかってのが2つ目の理由ですね。で、3つ目のね、理由がね、他の弱いアサルトライフルを強化した方が絶対にいいってこと。というのも、今のアサルトライフルってめっちゃね、もうずっとグダグダ言ってた通り、結構均衡取れてるんですよ。上の方の連中は、問題は下の方の連中なんですよね。例えば M4 や ICR、 つまり近距離が致命的に弱いね、アサルトライフルたちね、あいつら強くした方が俺はね、楽だし、しかもね、武器の選択肢が増えていいと思うんすけどね。これが3つ目の理由っすね。まあ以上の理由から KN44 はね、弱体化しなくてもいいんじゃねえかなーっていう感じっすね。で、次はね、ファーローが弱体化しなくてもね、いい理由を喋っていきます。
で、ファーローがね、弱体化しなくてもいい一つ目の理由が、良いところと悪いところがね、はっきりしている。つまり近距離めっちゃ強いんだけど、中距離以降は結構微妙ってのがね、俺はね、これはこれでね、そういう武器はあっていいのかなと思うんだよね。だってさ、ファーローさ、中距離以降本当に微妙じゃね。まあ中距離はね、頑張ればいけなくもないけど、遠距離は本当に無理じゃん。同じね、SMG の PDW や MSMC にもめっちゃ負けるじゃん。だから結構ね、立ち回り難しいかなと思うんだよね。今みたいにクソエイム発揮すると負けるしな、普通に近距離でも。だから俺はね、ファールをね、こういう武器ね、あっていいと思うんだよね。こういう武器がなくなっちゃうと、似たり寄ったりの武器しか出てこなくなるから、こういうね、性能がピーキーっていうの、特徴的なね、武器はね、あって全然いいと思うよ。で、2つ目の理由、ショットガンにクソ弱い。はい、さっきね、1つ目の理由でね、ファールはね、近距離強いってね、めっちゃ言ってたと思うんだけど、その裏返しとしてね、近距離めっちゃ強いショットガンには相性が悪いと思うんだよね。このゲームのね、ショットガンってあんま知られてないけど、クソ強いです、本当に。多分ね、このゲームね、PC 版あったら、ショットガン最強武器になるんじゃねえかなってぐらいには、ショットガン強いっすね。カウンター武器あるから、いいんじゃねって思うんだよね、ファール強くても。だってショットガンさ、使えばよくない？ BY15 とか。本当にね、BY15 とか KRM に対してファールはね、かなり苦手だと思うよ。近距離ね、たまにショットガン使ってくる人いるけど、本当にうざいからね、ファールを使ってると。で、次はね、3つ目の理由なんですけど、これはね、かなり個人的な理由です。バースト銃だから弱体化しなくていい。というのもね、バースト銃ってのはそれ自体で使いにくいと俺は思ってんだよね。例えばチャイク、例えば M16。M16 とか近距離ね、実は同上だっけな、一撃でね、やれるぐらいのすごい力をね、秘めた武器なんだけど、あんま使ってる人いないじゃん。それはね、バースト銃ってのがね、それ自体が使いにくいんですよ。フルオートの銃って、ウェーイって感じで撃てば適当に当たるじゃん。でもバースト銃ってさ、なんかさ、エイムクソだと全然当たんなくね。だからね、俺ね、昔からバースト銃嫌いだったんですよ。バースト銃が強いゲームでも、ちょっとね、強いぐらいだったら、全然フルオートの武器使うぐらいにはね、バースト銃が苦手で嫌いだったんですよ。そんな俺だから、バースト銃ってそれ自体で使いにくくて避けてる層がいると思うんだよ。だからファールをバースト銃だから弱体化しなくてよくねってね、思うのがね、3つ目の理由っすね。で、ここからかなり個人的なね、話にね、移っていきます。はい。バースト銃よりも個人的っすね。というのも、このゲームさ、アサルトと SMG だけさ、ちょっと強くなったら弱体化されすぎじゃね？スナイパー全然弱体化されねえじゃん。だってさ、アサルトの ASM10 とかさ、ちょっと強くなっただけ弱体化とかね。タイプ25とか MSMC とかさ、全盛期と比べれば、本当にもう別銃並みのさ、弱体化食らってんじゃん。俺ね、アサルトと SMG このゲーム厳しすぎねと思うんだよね。のに対して、スナイパーって致命的な弱体化ってないと思うんだよ。例えばね、ヘッド一撃以外は死なないとか、エイムアシスト削除とかね、そういう致命的な弱体化ないんだよね、スナイパーだけ。なんだかんだ、例えば何かが弱くなったら何かが強化されるみたいに、絶対なんか補填していくんだよ、スナイパーだけ。のに対してさ、アサルトはさ、例えばタイプ25は、もうね、殺したら殺しっきりとか、MSMC もね、殺したら殺しっきりみたいに、サイレント強化は来るけど、大型バフ来なさすぎじゃね、アサルトだけ。もともと暴れてなかったアサルトはね、まあ強化もらったりするんだけど、アサルトはね、なかなかね、一回暴れては強化してもらえないんですよ。リリースから一貫して DL とアークティックが常に、もう常に暴れているのに、マジで常に暴れてねえか。だってさ、大会によってはさ、スナイパーのさ、所持本数っていうの、一試合に例えばね、一チームはね、一本しかスナイパー持てませんよとかね、まあ二本とかね、そういうね、制限されてるぐらいね、スナイパーが強いんですよ、正直このゲームは。だから最強武器のスナイパーを弱体化せずに、今のね、そんなぶっちゃけ突出してないね、 KN44 やファーローがね、弱体化するんだったらスナイパーももっと弱体化しろよってね、思うのはね、間違ってることなんだろうか。だからアサルトとかね、 SMG 使いの人がファーローとか KN44 弱体化しろっていうのは、己の首を絞めてることになると思うんだよね。だってさ、一番得するのなんだと思う？絶対スライパーだぞ、マジで。SMG の強い武器、アサルトのね、強い武器が弱体化されて、俺が SR 使いだったらめっちゃ喜ぶわ。天敵、MSMC、タイプ25、さらにファーロー、KN44 死亡、スナイパー大勝利ってなるしな。スナイパーね、使えないね、ひがみだろって言われたら、
まあその通りです。はい。じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。La la 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 la